漫画で見て形を真似すると実際飛距離が伸びたりするんですよ。まさに漫画バイブですよね。そうそう、だから漫画って人の人生を知らなしに動かしてるっていうのは大いにあるんじゃないですかね。ただ楽しむだけではない。声優の黒田隆也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。漫画バイブルは毎回豪華ゲストを呼びして人生で大きく影響を受けたバイブル漫画を熱く紹介していただく番組です。漫画遍歴っていうのを聞きたくて、どんな漫画に影響をされてきたのかとか読んできたのかってところをちょっと聞いてもいいですか。とにかく一番は空手の漫画でしたね。なぜなら私がやっていたから、少年時から、うん、そこでトップになっていくためにはどのぐらいトレーニングをしたらいいのかとか、どういうトレーニングをすればいいのかとか、そういうのの参考にもしてたし、漫画をただ楽しんで読むっていうタイプじゃないです。何かに役立てるみたいな参考書みたいなものですかね。 そうですね。その当時学生時代に流行ってた漫画ってどういうものがあるんですか。明日のジョーですね、はい、やっぱりべーらぼうに流行ってたのは、ああいうのを見て、はい、少年院入りたくねえな、どうしようとかなんか全部自分に結びつけるみたいな。血の気の多い漫画が好きだったりするんですか。もう完璧にそうです。男とはみたいな。明日のジョーとかの以外にも野球の漫画、そうですね、野球の漫画もう私たち世代はテレビゴールデンタイムはもう巨人戦やってるし、はいはい、もう野球だらけだから、放課後遊ぼうかっていうと、はい、みんな公園でバット持ってきて、はい、野球をやるっていう、うん、漫画とかって絵がこう綺麗にこう描かれてるじゃないですか、はい、当時ビデオテープとかないんでスローモーションとかコマ送りとかできないので、漫画で見て形を真似すると実際飛距離が伸びたりするんですよ。面白い。やっぱりあの先生方ってそういうのをちゃんと研究してらっしゃる。今となってはもう動画コマ送り YouTube とかでやるけど、そうそうそう、黒さんの時代はもうまさに漫画バイブルですよね。そうそう、その後劇団とか行き始めてからはもう当時女性の同期たちから絶対クロちゃんこれ読んだ方がいいよって言われたのがガラスの仮面なんですよ。じゃあ読むかって空いてる時間に読んでって、主役の北島麻耶さん、最初はド素人なんだけどそこからリアリズムを勉強してって、はい、とんでもない女優になっていくっていうストーリーを見てて、その途中の演技に悩む過程とか、どういう努力をしてこのリアリティを表現できるようになったかとか、芝居をやっていく上で私の基礎になったのはガラスの仮面かもしれないですね。こんな辛いことなんだっていう、演技を探求していくことはこんなに努力をしないといけないんだ。格闘技ならわかるじゃないですか、強くなるには本当に苦しいことをシンプルに大事、シンプルにトレーニングって息上がるし、だけど芝居を勉強するってメンタル、探求心、弓道心みたいな突き進むエネルギーって格闘家のように永遠に続けていかなければならないんだってことは学びました。なんかすごいど真ん中で漫画を読み込んだからこそ今のキャリアができてるような。そうですね、完璧にそうだと思いますよ。数多く読んでるわけではないんですけども、はい、一つ一つをものすごく影響を受けて、はい、だから漫画ってすごいそういう人の人生を知らなしに動かしてるっていうのは大いにあるんじゃないですかね、うん、ただ楽しむだけではなく。今例えば仮にハマってることがあったらその漫画を手に取るとかもあったりするんですか。例えばね、料理にちょっと興味持ち始めた時に美味しんぼ読んだりとか入り口が漫画なんですね。そうですね、今喋ってて思いましたけど私の場合の漫画の読み方ってそうなんですね。なんか自分に役立つ。そうですね、昔のってやっぱり根性っていう世界観の漫画がとても多かったと思うんですよね。とにかくライバルたちよりも努力をする、ライバルも努力してたらさらに努力する、あとはメンタル、壁を乗り越えていく、また次の壁を乗り越えていくっていう、うん、昔の漫画に多かったのはそこだと思いますよね。だからその漫画を読んで影響を受けて体鍛えてやっている時に常にありました、その感覚が。もう辛くて今日のトレーニングやめたいんだけど、でも俺よりトレーニングしてるやつがいるかもしれない、だとしたらその敵が来たら勝てない、あと1時間やるぞとか、なんかずっとそういう感覚ありましたよ。あとはこの漫画の主人公も悩み苦しみってやってる時に、あ、こいつも苦しんでんだ、俺もじゃあこう乗り越えていこうって、メンタル的にも。漫画で影響を受けて無茶なトレーニングとかじゃあ結構されました。しちゃいましたよね。
俺たちの時代は科学的な根拠何にもなく、とにかくやるやる、若い方たちは勘違いしないでほしいんですけど、はい、努力は大事です。だけど何かの夢を持った時に努力をすれば必ず叶うっていうのは俺は違うと思ってるんですけど、漫画とかテレビの影響でこの職業を目指しました、絶対なりたい、でもそれが本当その人の性格、体、知能とかいろんなものがそこに合っているかどうかは分からないから、はい、何が何でも努力すれば絶対にうまくいくよとは言い切れないって思うんですけど、最低限の向いてる力があれば努力で天才超えられるよとは、だから怪我をしないように努力をしていくとかですよね。正義とは何か、救世主とは何かっていうのをストレートに教えてくれた作品ですね。どこかで弱者は辛い目に遭ってて、強者が暴れてて、その時に俺がそうならねえとなっていう、ケンシロウになりたいなんですね、本当に。なりたいんですけど、はい、唯一叶わないのがやっぱり